日焼製薬株式会社は、大阪市北区天馬に本社を置き、医薬品を製造、販売する、中小企業である。創業から今日に至るまで用事用の薬、日焼きオマル等を製造している。関西地区では、断突の知名度を誇る同社であるが、それ以外の地域では、日焼きオマルが発売されておらず、関東地区でしか知名度のないうつ救命丸と、 同じく対比的なニュアンスを持つローカル製薬企業としてその名を知られている。販売部門は1985年に日夜製薬販売株式会社として分社が1994年に日焼きオマル株式会社となる。2011年5月24日、販売市会社の日焼きオマルが持つ日焼きオマルの国内販売権を広ゆき薬品に譲渡することで合意8月にも 広雪薬品のシンボルマーク、ラッパのマークがついた日焼きオーマルが市場に流通し始める。全国に販路を持つ広雪薬品との提携により、特に知名度の低い東日本での販売力強化を図る。2016年3月23日、同年5月18日をもって、広雪薬品との独占国内販売権契約が満了するのに伴い、翌19日より、 日焼きオーマルの発売元を再び日焼きオーマルに戻し、同時に製品をリニューアルする予定であることが、非夜製薬ホームページ上で発表された。ありがとうございます。